美しい島の旅館に働きに来た若者たち。そこには行ってはいけない場所があった。サトシ、うわっ、爪、なんでこんな、まがまがしい。息子がいなくなった日から日に日に様子がおかしくなって。あんたもいたの、あの部屋。いつも助けてもらってばっかで、でもそんな自分が嫌で変わりたくて。このままではあんたも持っていかれるぞ。何人？4人？どういうこと？5人。二度と魂が戻らん。豪武吉盛大魔祭少女寺。んだよこれ、わずら難関。絶対に先が読めない。やめろ。リゾートバイト。